デルビー・デッラ・カピターレは、イタリア・ローマに、本拠地を置くASローマとSSラツィオの間で、行われる、サッカーの試合のことである。デルビー・カピトリーノ、または、デルビー・デル・クッポローネとも呼ばれ、英語では、ローマダービーと表される。イタリアにおける4大ダービーの一つであるが、ミラノダービーや、トリノダービーをしのぎ、イタリアで最も激しいローカルダービーである。地元では、このダービーが、試合以上の存在と言われる。両クラブは共に、スタディオオリンピコを本拠地としている。歴史的には、サポーター集団による暴動や暴力、近年では、人種差別的な横断幕などで特徴づけられる、ダービーである。特に2つの過激な事件が、この対戦の歴史を物語っている。1979年に、AS ローマの本拠地で行われたダービーでは、AS ローマサポーターによって撃たれた、船舶用の信号弾が、SS ラツィオのサポーターの目に直撃し、イタリアサッカーにおいて、暴力行為が原因で、初の死者が発生した。2004年のダービーでは、警官によって、子供が殺害されたという、誤った噂が、AS ローマサポーターの間に流れ、AS ローマのウルトラスは、グラウンド上に侵入して試合を中断させようとした。両クラブのサポーターは、ユベントス FC、AC ミラン、インテルなど、北イタリアのビッグクラブの存在さを嫌悪しているが、それよりも近くの敵への憎悪の方が強いことは明らかである。両クラブともに北イタリア3クラブよりも獲得したトロフィーの数が少ないことからも、このダービーはどちらが首都の覇権を握っているのか証明するチャンスであると言える。SS ラツィオはプラティ地区近隣に設立され、当初はロンディネーラグラウンドで練習や試合を行っていた。AS ローマは、モートベロドロモアッピオで試合を行っていたが、わずか2年後に、新スタジアムが建設されて、テスタッチョ地区に移った。スタディオオリンピコで試合を行う際、SS ラツィオのウルトラスは、伝統的に、スタジアムの北側の一角を占め、AS ローマのウルトラスは、南側の一角を占める。SS ラツィオは1900年に設立された。ファシスト党のジョルジオ・バッカロ長官の影響力のおかげで、AS ローマの設立以前の SS ラツィオは、首都唯一の主要なクラブであった。1927年、AS ローマは、イタロ・フォスキによって、ローマン FC、SS アルバウダーチェローマ、フォルティトゥードプロローマ SGS が合併して、設立された。極右のベニート・ムッソリーニが、イタリア民族を統合し、より強力な、ローマのクラブを作って、北イタリアのビッグクラブのリーグ支配を変える意図があった。SS ラツィオは、ローマのクラブ統合に抵抗する唯一の主要クラブであり、両クラブの間には、早い段階からある、種のライバル意識が芽生えていった。初のダービーは1929年12月8日に開催され、ロドルフォ・ボルクの得点で、AS ローマが 1-0 で勝利した。ラツィアーリは、ローマの外から来たとされ、ローマでは、よそ者とみなされているが、彼らは、SS ラツィオこそがローマにサッカーを持ち込んだと主張して、中傷に反論している。AS ローマが設立された1927年より、早く、SS ラツィオは1900年に設立されている。ローマにおける熱心な地域主義は、イタリア中で認識されており、ダービーを白熱させる一つの理由となっている。SS ラツィオの初勝利は1932年10月23日であり、デムリーアとカステッリの得点で2-1と勝利した。1953年11月29日には、スタディオオリンピコで、ダービーが初開催され、カルロ・ガッリと、ピカレ・ビボーロの得点で1-1の引き分けに終わった。1997-98 シーズンには、セリエ A とコッパイタリア準々決勝合わせて4試合が行われたが、4試合とも SS ラツィオが勝利した。このダービーでは、政治的な側面を持つ事件が何度も起こっている。SS ラツィオのウルトラスは、ダービーの様々な場面において、ナチスドイツのハーケンクロイツやファシスト党のシンボルを横断幕に用いて、人種差別的な態度を表現する。1998から99シーズンのダービーでは SS ラツィオサポーターによってアウシュビッツがお前らの街だ。火葬場がお前らの家だという幅50メートルもの横断幕が掲げられた。AS ローマの黒人選手たちはしばしば人種差別的で攻撃的な行為の対象となり、SS ラツィオのウルトラスによって AS ローマがユダヤ人に従属する黒人のチームであるという横断幕が掲げられたこともある。逆に AS ローマのウルトラスは SS ラツィオが羊飼いに従う羊たちのチームであると横断幕で返答した。2000年には SS ラツィオのサポーターがセルビアの愛国主義者であり、戦争犯罪者であるジェリコ・ラジュナトビッチを支持する姿勢を示した。クラブはこれら少数派のサポーターと距離を取ること、このような行動に対して立ち向かうことを正式に明らかにした。AS ローマのサポーターはしばしば不当に左翼であると表現されるが、実際は両クラブのウルトラスともに右翼的なイデオロギーを持っている。また、AS ローマのファンも、またことあるごとに人種差別的な横断幕を掲げることで知られている。2004年3月21日にオリンピコで行われたダービーは0-0でハーフタイムを迎えたが、後半開始の4分後に中止となった。暴動はスタンドから発生し、イタリアサッカーリーグのアドリアーノ・ガッリアーニ会長は、ロベルト・ロセッティ主審に試合を延期するよう指示した。いつも通りの発煙筒での光線を含む、この暴動は、スタジアムの外で警官の乗った車が少年を殺したという噂が広まったことで始まった。AS ローマのウルトラスのリーダー格の3人が、グラウンド上に乗り込み、AS ローマのキャプテンのフランチェスコ・トッティにこの噂を伝えた。しかし実際は噂とは異なり、スタジアムの最後尾の座席で何人かが、フィルターのように横たわって、少年を取り囲み、催涙ガスを吸って、呼吸困難に陥った少年を助けようとしていただけであった。警察は観客に向かって噂を否定したが、疑惑の目を完全に取り除くことはできなかった。ガッリアーニ会長が主審の携帯電話に電話して試合の延期を指示した。試合が延期された後のスタジアム周辺の通りでは車が燃やされるなどの大きな混乱が起こった。13人のサポーターが逮捕されて170人以上のサポーターが負傷し、警官がもう1人が負傷した。この試合は4月21日に再開され、観衆の間に混乱などはなく1-1の引き分けに終わった。2005年1月のダービーでは、SS ラツィオのパオロ・ディカーニョが、ウルトラスに対して、ナチス風の敬礼を行い、1万ユーロの罰金を課された。2005から06シーズンには、AS ローマが、このダービーで、リーグ戦のクラブ最多連勝記録を更新し、2009から10シーズンにはやはりこのダービーで、リーグ戦のクラブ最多連続無敗記録を達成している。2009年12月のダービーでは発煙筒がグラウンド上に投げ込まれたため、試合開始の13分後に主審が試合を7分余り中断した。2011年10月16日に行われたダービーでは、SS ラツィオサポーターがドイツ語で、クロスミットウンスと記した旗を掲げたが、この旗はナチス親衛隊の旗と酷似しており、ファシズムを象徴していると指摘された。2013年4月8日、ダービーの前日に、ローマ市内で、両クラブのサポーターや警官らが衝突し、計8名が死傷された。翌日の試合では、ローマのフランチェスコ・トッティが、リーグ戦のダービーにおける、最多得点記録タイを記録した。AS ローマの最大得点差勝利は1933から34シーズンに行われた5-0の勝利である。SS ラツィオの最大得点差勝利は2006から07シーズンに行われた3-0の勝利である。セリエ A での両クラブのシーズン別順位表2018年9月29日現在、太字は現在両クラブのいずれかに所属している選手。ありがとうございます。